はい、ということでもう回ってんじゃん。引き続きです。もう回っとるじゃん。回っとるね。引き回ってますよ。はい、なんですか、後半ですか。はい、まあ、YouTube で、まあ、授業動画を上げていって、まあ、それで学んでいってほしいっていう、うん、聞いてますか、はい、学んでいってほしいっていうところなんですけど、うん、はい、まあ、自分もね、あの YouTube で授業動画とかいろいろ見て、まあ勉強してるじゃないですか、うん、でそうするとやっぱりなんかインターネットの誘惑というか、うん、携帯の誘惑、うん、まあ、これ悩んでる人多いと思うんですけど、そういうのとどう向き合っていくべきなのか、生徒たちを教えてる身としても、まあ、どうやって向き合っていってほしいのかっていう、もうスマホの対策支援課ということで、担当大臣、担当大臣俺はスマホ依存症なんで。スマホどうですか。いや、めちゃくちゃむずいですよ、もうスマホの付き合い方が、ね、本当に結構依存してるじゃないですか、もうほとんどの人が。あ、もうスマホいじってますね。そうなんですよ。もうこういう感じで何かあればスマホでチェックしたくなるっていう習慣あると思うんで、はい、めっちゃ難しいですよ。だからもう、はい、YouTube で勉強するならもうそれを見る時間、はい、で正直もう終わったらどっかしまうしかないと思うんですよ。ああ、そもそもしまっちゃう。そもそももう近くに置かないっていう。なんか勉強中とかも通知とか鳴ったら見ちゃうじゃないですか。はい、いちいち集中力切れちゃったりするから、はい、それはメリハリつけるしかないんですよ。それ難しいですよ、やるのって。あ、これ見てる人がいるわけです、ね、見てる人は、はい、できるんですか。ツイッターを見たんですけど、うん、なんか天野先生が20代、うん、はいはいはい、携帯を見ていた時間をなんかすごい後悔してるっていう、うん、そのツイート見たんですけど、はい、後悔してるんですか。後悔してますね。なんかそのスマホ見た時間ってその時はなんか楽だし楽しいし、はい、だけどじゃあ その時間が将来につながったかって考えたら正直何もつながってないっていう。なんかその場の楽しさで終わってるっていう。なんかそれよりはそういうのを、まあ、自分でメリハリつけて、まあ、勉強するなり自分の目標に向かってやる時間に変えていった方が絶対有意義だなっていう感じですね。だから自分はそういう時間を結構とスマホに依存してた日々があって、ちょっと後悔してるっていう感じですね、はいはい、20代後半は結構。どうしていくべきなんですかね。どうしていくべきか、あ、またそもそもどうしていくべきか。何がどうすべきって、どうすべきか。スマホ依存どうやって変えていくか。本当はね、俺ね、はい、俺ねこれやったら俺めっちゃいいなと思うんだけど、これ予算かかるんですけど、はい、めっちゃ安い中古の iPod Touch を勉強用にするが理想だな、はい、俺勉強用と SNS 用は絶対分けるべきだと思う。本当はもし予算を避けるなら、はい、あのね諦めてますね、全部にあるのは、うん、このスマホに、全部のアプリが入っちゃうのは結構辛いなっていうのは思うね。だからその辺ね、アップルがさもっと安いの出してほしいよね。あ、勉強用、そうタブレットみたいな。そうだから分けるのが本当は理想なんだけど、まあこれ一緒にしちゃってるね、うん、まあ一人一台だからもう持たないのが一番いいんだよ、天野先生のように。勉強の時は持たない、うん、そもそも環境作り、環境作りです。だから大事、中学生だったら本当にお父さんお母さんの力借りるとか、うん、そうだよね。もう受験生だったらもうそれしかないと思うんですよね、うん、結局なんかよく YouTube のコメントとか見てると、明日テストなのにこの動画見てる俺とか、あ、なんかそういう悲しいコメントがいっぱい書いてあったり、あるある、明日テストだけど見ちゃったとか。そうだね、だから便利だけど、うん、その使いすぎは何だって、何でもってね、食べすぎは良くない、うん、やりすぎは良くないわけだから、うん、やりすぎ良くない、やりすぎ良くないから、ね、おすすめはスマホカバーを一つするとか。どう、天野先生それでした。腕時計するとか、こんなダサいカバーしてる、うん、まあそうですよ。てかダサい方がいいと思います。なんか本当におばちゃんが持ってるような茶色い毛皮の スマホ、あるか、iPhone でかっこいいから触りたくなるし、あ、はいはい、持ちたくなるんですよ、持ってる自分みたいな。わかるわかる。だけどダサいのつけできるだけ、そうすると持ちたくなくなるから、うん、そういう気持ちを削いであげるみたいな。なんかアップル製品かっこいいじゃないですか。かっこいい。 MacBook とかも触ってたいみたいな、も触ってる俺みたいな、カフェみたいな。だから、メンでーす。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。それをおすすめです。だから、めっちゃダサいシール貼るとか、シール人前じゃ出したくないようなステッカー貼っちゃうとか。あと腕時計っていうのは、腕時計も時計もここに全部入っちゃってたから、あー、うん、スマホ見る回数極力減らしたいから
確かにそうです。時間見るでチェックしたら通知来ててそっち入っちゃうんで、はいはい、極力回数減らす大事だよね。そうですね。いいじゃないですか、この工夫。そういう細かい対策もできるんですね。細かい対策です。めっちゃやった方がいいです。あと寝室に置かないとか、寝るとき絶対違う部屋入れるとか。勇気だよね、そこは。中学生は特にね。それができないんだったらもうお父さんお母さんを頼った方がいいよね。お願いしますと。そうですね、うん、相談した方がいいかもしれないです。身近な人とか結構意外と悩んでる人いるんで、うんうん、依存はね、抜くの大変だからね。で、見た目わからないっていうのが怖いと思います、うんうん、なんかそのアルコール依存症って明らかに体に害が出るけど、スマホ依存症ってパッと見健康そうじゃないですか。はい、別に。でも時間だけがとにかく奪われてるっていう、そういう怖さですよね。はい、ありがとうございます。そんな感じですか、取れ高は。はい、そんな感じですか。はい、そうですね、ぜひ。取れ高大丈夫ですか。はい、じゃあまあね、あの授業を見てと言いつつもスマホのプラス環境づくりを、はい、ということで、はい、今日はここからお送りしました。今日は居酒屋からめちゃめちゃ残ってるから、はい、ちょっとあれを30分食べていきましょう。ビーバープラスの動画どんどん上げてますけど、はい、よく見てて学校成績上がるってその見ただけではならないと思いますね。そう簡単なもんじゃないと。そう簡単なもんじゃない。塾ってこの先必要っていうかどうなっていくのかなっていう。塾は必要でしょ。塾あってほしいな。やっぱり人の場として。うん。